オスビューデンソン・オージ・ーモース・ノース・キー・フォーク・オージ・ーヒュードリー・インティア1896年からのバンノルウェー民話集は、ペテル・クリスティン・アスビョルンセンとよる言語によるノルウェーの伝承と伝説を収集した本である。動物学者であるアスビョルンセンと聖職者であるモーは15歳の頃に学校で出会って以来の友人であった。アスビョルンセンは、 学生時代から民話をいくつか記録しており、学校を卒業した後、3年間の家庭教師の仕事の合間にも収集を続けていた。1833年に、聖職者のアンドレアス・ファイエが、ノルウェーの民話をまとめて出版し、次の民話集の出版の準備に入った頃、ファイエのもとに、国立古文書館の助手から未収録の民話が送られたが、その中に、 助手の友人であったアスビョルンセンが収集した民話が含まれていた。間もなく、アスビョルンセンは、ファイエから民話特命大使に任命するという趣旨の言葉で締めくくられた礼状を受け取った。アスビョルンセンは、他に収集していた伝説などをファイエに見せたが、自身でも民話集を観光することを考え始めた。一方、モーは卒業後に家庭教師となり、 その傍ら民話の研究をしていた。二人は、グリム兄弟による、キンダーウンとハウスメールフェンを読んだことをきっかけに、共同しての民話集の観光に、本格的に乗り出した。アスビョルンセンとーに先立って、ノルウェーの民話をまとめたアンドレアス・ファイエ、ペテル・クリスティン・アスビョルンセン、ヨルゲンモー。その著作物は、ノルウェーが新たに得た独立と、 19世紀に国内に広まった国家主義のうねりと関連づけてみるべきである。14世紀の半ばのペストの流行によって人口の半分を失い、14世紀末にデンマークを中心としたスカンディノビア連合に加わった。ノルウェーは1442年からデンマークの統治下となっていたが1814年にようやく独立した。その時代、ヨーロッパ各地では 民族意識が沸き起こり、特に北欧では、キリスト教を受け入れる以前の古い信仰が見直され、神話に基づく作品が様々に創作されていた。ノルウェーでも民族意識に基づいた自国の誇りを取り戻す様々な取り組みがなされていた。そこには、言語の問題があったが、ノルウェーの本来の言語を取り戻すことは、デンマークと合併する前の偉大なる。 ノルウェー民族の誇りの回復であった。ノルウェー語の当時の聖書法、すなわち書き言葉であるブークモールはデンマーク語に非常に類似していた。しかし話し言葉はノルウェー語が使われていた。ノルウェーで民族意識が高まる中、デンマーク語の共生を離れて新たに再生されたノルウェー語として各地の方言に基づいたニーノルシクが成立していた。こうした背景の中、 話し言葉によって語り継がれ、それらが今日あるよりさらに特有だった方言に基づいた情報源を持ったノルウェーの伝承を語り直すことには書き言葉はあまり適していなかった。アスビョルンセントモーはノルウェー語の口語に沿って物語を表現して文学として成立させ、デンマーク語とは異なった独立的なノルウェー語の書き言葉を創出するのを促進することとなった。 それはまた、アスビョルンセントモーが、グリム兄弟の心情を適用することによって、表現の問題を解決したことによる。すなわち、物語の原型を維持しつつ、方言の代わりに扱いやすい、言語表現の様式を用いることとしたのである。アスビョルンセントモー、ノルウェーミゴワ州は、いわば、原州60話と新鮮州50話の計110話からなる。このうち原州は、 1841年をはじめとして、数編ずつ小冊子として、小出しに刊行されたという経歴を持つ。これは、編者署名の記載や目次すらない粗末な作りであったが、好評を博し、ピーター・アンドレアス・ムンクがドイツ語の新聞で絶賛した。こうした指示を得たことで、今度は、きちんとした、想定の書物として、改めて出版された。期間の第一部の再版と、 新たな第二部である。二つの部を統合した第二版は1852年に出されている。原集は当初58話、後の版で60話となった。新選集50話は1871年に発行された。後の版には、ノルウェーの画家、エイディック・バーレンショルド、テオドール・キッテルセン、オットー・シンディング、その他の画家によって広く知られる挿絵を入れられた。 バーレン・ショルドは、アスビオルセンにその絵を喜ばれて、民話衆の制作に招かれ、民話衆によって、ノルウェーで広く知られることとなった。またキッテルセンは、バーレン・ショルドが民話衆の続刊の制作に招かれた、時、民話の世界を描き出すのに優れているからと、アスビオルンセンに紹介した、まだ無名の画家であった。アスビオルンセンは、同時代のロマンティシズムとは無縁の彼の作風に、 驚きつつも、その絵を見た子供たちが、民話世界への憧れをかき立てさせられたのを、目の当たりにし、キッテル戦を差し絵に迎えた。また、アスビョルン戦が単独で発表した、民話集に、ノルウェー妖精民話と伝説があり、これも、第二集のースキー・ヒュードリーエインティア・オージー・ホークさん、アンデン・サムリングによって保管されている。ノルウェーの民話集は、 グリム兄弟からも高く評価され、グリム童話に続いて世界に受け入れられた。1844年、アスビョルンセントモーは、ヤーコップ・グリムに宛てた手紙において、キンダーウンとハウスメールフェンを読んだことなどで、多くのアイディアを得た胸の例を述べている。なお、モーは、聖職者としての仕事が多忙となったため民話の収集と研究が困難となったが、彼の息子、 モルケが父を継いでアスビオルンセンと共に研究を続けた。後に、モルケは民族学者となった。当初の話集は児童向けではなかったが、収録された民話は、まもなく児童向け雑誌や、童話集、特本などにも掲載されるようになり、1883年には、アスビオルンセン自らが占した、児童のための民話本が発行された。これと、その続編、続々編は、 何度も番を繰り返し、文章も複数にわたり、改められた。収集した民話は、必ずしも教訓や教育的要素があるとは言えず、児童に適した読書ではないと指摘される。民話集は、サージョージ・ダセントによって、110話中のほとんどが、英語に翻訳されている。そのポピュラー・テイルズ・フロム・ザ・ノルドは、原集の最初の58話をすべて収録するダセントは、その後、 テイルズフロムザフュールド、エ e l e d A 2nd series of p o p u を発表し、原集の残り2話と、新選集のうち45話を収録した。アスビョルンセントモンは、ダセントの翻訳を明らかに良いと思った。フランスとイギリスで、収集本が出版されたが、それにおいて、我々の物語は、徹底的な支配力のもと、正確に、そして完全に翻訳されるだけではなく、 模範的な事実並びに無関心を伴って表現された。ジョージ・ダ・セントによるものは英訳で出版された我々の物語の中で最高で最も適切な表現である。H.L. ブレクスター英訳ラウンド・ザ・ユール・ログ、ノルウェージャン・フォーク・フェアリー・テイルズには、ノルウェー妖精話と民間伝説からカイツマンでの訳質も含まれる。ドイツ訳には、クラ・ラストレーベ、北欧民話集があるが、 これを、マーテンズが英語に省略した、ノルウェージャンフェアリーブックは、それまでかつての英訳者がやり残した諸話を一部、補うものである。パッドショーイバーセントカール・ノーマン協約ノルウェージャン、フォークテイルズに選出された民話には、ダセントが訳出しなかった、新選集の作品のうち数編が含まれている。原則、翻訳がある作品のみに絞った。ノルウェー文語題名を併記するが、これは、 近年に出版されている題名であり、原著題名ではない。原著は、デンマークノルウェー語であり概して綴りは異なる。また、近代版では、題名の短縮など改変が見られる。テオドール・キッテルセンによる、トロールと大食い競争をしたアスケラトに添えられた、サシエ。テオドール・キッテルセンによる、ハイツツキと素敵な仲間たちに添えられたサシエ。モーの息子、モルケ。ありがとうございます。